エクスタータールはドイツ連邦共和国ノルトラインベェストファーレン州、デトモルト行政管区、リッペ軍に属す人口約1万2千人の町村である。この町は1969年の自治体再編により、エクスター川流域に位置する12のそれまで独立していた町村が合併して成立した。町名はこの川に由来する。エクスタータールは隣接するバルントルプ、 ベーレ,レントルプ、カレタールと共に、ノルドリッペ地方を形成している。エクスタータールは、ノルトベストファーレン州北東部、すなわちオストベストファーレンリッペ東部のリッペ群北部に一致している。この町の東と北は、ニーダーザクセン州と接している。ベーザー川がこの町から約10キロメートル北を流れている。この町の中央を、町名の由来ともなったエクスター川が流れている。 エクスタータール町内からフンメバッハ側が輸出する。町域は自然環境上はリッパー山地に属す。リッパー山地はさらに分割できる。町域は高さ400メートル近い山や尾根、低地や谷が刻まれた丘陵地と変化に富む。主流のベージングフェルトは多くの連山に囲まれたベージングフェルダー盆地に位置している。 この盆地は、エクスター側の谷にあたる。エクスター側の谷は、北のリンテルナー盆地に向かって開けている。町域は、他のリッペ群の市町村と同様に、トイトブルクの森、エッケ山地自然公園内にある。東と北は、完全に、ニーダーザクセン州に属すベーザー山地、シャウムブルクハーメルン自然公園に接している。町内の最低地点は、 海抜約90メートルのエクスター川とベムケ川が、長域から離れて、リンテルン方面に向かう地点である。最高地点は、長域の南西部、北緯52度03分、東径09度04分のデーレンベルクの海抜387メートルである。わずか数百メートルほど北西に、ポラッケントリデがあるシャンツェンベルクは379メートル。 ニーガーザク選手との宗教に位置するホーエアッシュも371メートルである。最寄りの大都市はビーレフェルト、パーダーボルン、ハノーファー、ヒルデスハイムがある。グローセラントゲマインで二角くつけられる。この町の面積は92.51キロメートルにである。町域の東西の最大軸長は約12.2キロメートル。南北のそれは約12.5キロメートルである。 土地利用率は基本的にはノルトラインベストファー練習の同規模の自治体と変わりなく軍平均、行政管区平均、州平均と同程度の値である。森林地区はほぼ高地にのみある。森に覆われた山の間の土地はおおむね農業に利用されている。2012年12月31日現在の土地利用率を以下の表に示す。エクスタータールは 北から時計回りに以下の市町村と境を接しているリンテルン、アエルゼン、バルントルプ、デイレントルプ、カレタール。エクスタータールはバルントルプ、デイレントルプ、カレタールと共にノルドリッペ地域を形成している。エクスタータールは12の地区からなる。地区名と人口を以下の表に示す。人口は2010年12月31日現在の数値であるエクスタータールは 北ドイツの穏やかで湿度の高い気候である。降水は年間を通して比較的一様で、夏はかなり暑く、冬はかなり寒い。リッパー山地の比較的高い位置にあることから、年間降水量846ミ、mm、リメートルと、ノルトベストファー練習の平均値に比べ多いが、エッケ山地の高地の西や南西のところによっては1400ミ、mm、リメートルに達する。 降水量に比べるとかなり少ない。以下の表に月別降水量を示す。気温の長期平均値は8摂氏9度前後である。高度は気温に影響している。町内の高度が高い場所では、西部のベーガ川、ベレ川付近や西部から北部のベーザー側の谷に比べると約摂氏1度低い。町の内部にも明らかな起伏があるが、エクスター川沿いでは、町の高地に区別、 摂氏0.5度暖かい。ノルトベストファーレン州全体の平均と比べると、エクスタータールの気温はわずかに低い程度である。紀元前6000年頃の最終表記終了後、中央ヨーロッパ全域は原子林に覆われ、中石器時代の人類は小さな部族グループを形成して、狩猟、最終生活を営んでいた。ロット、アルメナ、 ウレム家付近で発掘された石器時代の出土品は戦死時代にエクスタータールにも人が住んでいたことを示している。発掘地は他の立派地域と比べて互いに離れており小規模な入植地であったと思われる。農耕や牧畜が始まった新石器時代にさらなる栄養源を求めてエクスタータールに大勢の人が住むようになった。当時の原始的な木製器具では レーティック層の硬い土地を開墾することができず、川の堆積物で形成された平地によらざるを得なかった。産地の原子林は10カ所ほどの開墾地を除き、手つかずのままであった。こうした、戦死時代の農場の詳細な状況は、今日では再現不能である。ただし、当時の入植地の高台にあった、墳糾墓の場所から、その位置は推定することができる。 エクスタータール町内には25の墳墓が知られている。起源後500年頃にザクセン人がエクスタータールを征服した。ザクセン人の言語は20世紀に入るまでこの地で話されていた低地ドイツ語の起源となった。ウフォブルクのドルヤと中世初期ブレムケ近郊のハーゲンベルク山にエクスタータールを通る街道の安全を確保するための山城、ウフォブルク城が築かれた。 現在でも、かつての城西建築を忍ばせるドルや、方形の号の意向を見ることができる。学術的な発掘調査により、850年から920年頃と推定される等辺が発掘されている。この頃までの民は、効率的な農場経営法を発見できず、原始的な営農方法を続けていた。中世世紀の鉄製の隙、 三保式農業、水車の発明によってこうした状況に変化が訪れた。山の硬いレーティック層の土地が開墾され、わずかな森の一部が残されるだけとなった。この頃から小さな農場を核とした小集落を主とした現在見られるような農場構造が形成され始め、やがて自陸船、アルメナ、ラスブルーフといった典型的な村落が成立した。1150年頃に、 現在は、デイレントルプの長域に含まれるミューリングスベルクに、アルトイコールシュテムベルク城が建設された。この城は、名前は不明のある、貴族一門の所有であったが、13世紀の初めに放棄された。これを引き継いだのは、シュバーレンベルク博の冒険にあたるシュテルンベルク、博家であった。この博家は、13世紀半ばからこの城に住み、現在のバルントルプと、 自力船を除くエクスタータールに相当する地域を支配した。白河1240年頃、リンダーホーヘの西にシュテルンベルク城を築いた。1756年頃のベイジングフェルトの地図、ドライシュトラー戦システムが明瞭に示されている。シュテルンベルク白は、領土を守るために小さな天井を持つ入植地を建設した。この集落は、 ドライシュトラーセンシステムに基づきデザインされた。バルントルプ、アルファーディッセン、ベージングフェルトの中核部では、現在でもこのシステムを見ることができる。ベージングフェルトには、北、南、中央通りの3本の道路がある。この集落は、外壁で保護されておらず、ハーゲンと呼ばれるヤブによって外敵から守られていた。アルファーディッセンは、 金世初期に増設された減損する城感を持つ、城塞施設を有していた。ベージングフェルトは、1252年以前の近い時期に、シュテルンベルク博によって、都市として建設された。しかし、1427年から1442年までの間に、都市圏を再び失い、フレッケンに格下げされた。シュテルンベルク博から、リッペ系支配権が移った後、 ベージングフェルトは、比較的重要度の低い市場長とされたが、白陵北東の不利な地形にあったことから、それほど発展しなかった。経済的、文化的分野における発展が阻害された原因は、領土争い、シャウムブルクリッペに、借金の担保として出されたことと、後に、リッペ領主化に戻されたことである。さらなる根拠は、ベージングフェルトから、 現在のデイレントルプに属すヒレントルプへの金の移設が1442年に民伝司教アルベルトによって許可されたことに現れている。1663年から66年頃のシュテルンベルク上1522年からレムゴーデ・ワルター派の競技に基づく新人が行われ、1533年からはリッペ・ハクリョウ全域で改革派の競技が導入された。 領主のジーモン六世は、1605年に公式に、福音主義改革派協会に帰依した。これにより、空やレギを、エイスラ・リイジオの原則に従い、ルター派から改革派への改修が行われた。ただ、古いハンザ都市、レム号だけはルター派に留まった。15世紀の領主たちは、その領土の中央集権化を進め、シュテムベルク城は、領主の大官の所在地となった。 このアムトは、現在の自立船とアルメナを除くエクスタータール全域とデイレントルプを統治した。いくつかの村においては、国家権力は土着の農民裁判官によって行使された。あらゆる法律違反がアムトに報告された。慢性的な資金難から、領主であるリッペ・ハクジーモンハイン・リヒアドルフは1733年にシュテルンベルク城を グレートブリテン王ジョージ二世を当主とするハノーファー家に仕入れした。銀ャで運ばれた41万シルバーターラーの金と引き換えにイングランド王はアムトシュテルンベルクのすべての権利を獲得した。1734年から1782年に統治したジーモン・アウグスト博は1781年にこれを買い戻し、イギリスによるシュテルンベルクの支配を終了させた。 アムトシュテルンベルクの文書からは、住民の著しい連続性が読み取れる。1940年には土着の住民の全員近くが、17世紀初めのエクスタータール、住民の子孫であった1600年から1800年までの間、人口は連続的に増加した。その原因は、リンネル産業の導入により、雨栽培、宝石、食婦などの仕事を得たことで、 多くの住民の生活環境が改善されたことによる。1590年に2347人だった。人口は、1807年には537の、集落に4238人が住むまでになった1700年頃には、すでに、家内工業や手工業に従事する、エクスタータール住民の数は、農業に従事する、住民数を凌駕し、自立船におけるその日は4。 一にまで達した。しかしその後、エクスタータールの住民は1850年頃に、家内産業の衰退に見舞われた。多くの人々がアメリカへの移住のチャンスを探し求めた。19世紀後半に1000人以上のエクスタータール、住民が USA に、新たな故郷を求めた。もう一つの収入源となった仕事が、リッピシェツイグラーと呼ばれる渡りのレンガ校であった。大都市では、 活発な建設工事が行われており、レンガ工の需要が増していた。1840年から1940年頃まで多くのエクスタータールのレンガ工が暖かい時期に大都市に出かけ家族を養った。彼らの多くはエクスターールに家を持つことができる境遇にあった。1840年から1933年までの間に66の新たな集落が形成され、 従来の木組建築は石像の建物工事のために破壊された。村では20世紀前半に典型的な建築様式のレンガ工の家が支配的になった。例えば1896年に建造されたベイジングフェルトの旧牧士館などである。第一次世界大戦後の世界経済危機の進行に伴い出稼ぎのレンガ工の仕事も重要性を失い、 交通の便が悪いこともあって、エクスタータールに高い失業率がもたらされた。1927年のエクスタータール鉄道の建設は、こうした状況を改善した。白から赤の動力車によって、バルントループからリンテルに至る、標準機の鉄道は、エクスタールの村々を、レーネ・ハーメルン線やビーレフェルト、レムゴー・ハーメルンの鉄道路線に結びつけた。 1929年の世界強行以降、国家社会主義者の得票率は絶えず増加していった。1932年にブリューニング政権の対抗措置が本軍に影響したことで、初めて状況に変化が起こった。1932年11月のドイツ国会選挙で NSTP は前回の41.13%から34.72%まで、 得票率を低下させた。このため国家社会主義者らは1933年1月15日の立憲の衆議会選挙で勝利するためあらゆる手を尽くした。NSTP の全指導者が選挙戦に投入され、選挙戦の最終盤になるとヒトラーは10日間で16回立憲で演説を行った。その結果 NSTP は得票率39.5%で、 立派 p 衆議会の最大政党となったが、選挙以前に期待していた絶対多数には達しなかった。ナチスによる権力掌握は他のドイツ全土と同様エクスタータールでも実現した。いわゆる強制的同一化政策のもと他の政党は活動を禁止され、政治、行政の指導的ポジションや全ての公的生活は NSTP によって占められた。 民族共同体に適合しないものは追跡され投獄された。エクスタータールでも住民たちは国家社会主義政府の要求に抵抗した。家宅捜索が繰り返し行われ違法に組織されたスピードや KPD に参加する構成員ではないかと疑われた。エクスタータールの数人のユダヤ人もナチスの変質的な追跡妄想の被害者となった。彼らの多くは 強制収容所で殺害される前に国外へ逃れることに成功した。アルベル・クローゼンタール家は1927年にはすでにアルメナの家を売却しドイツを離れた。彼らはアルゼンチンに移り、これによって死傷から免れた。第二次世界大戦中、エクスタータールは大きな空爆を免れた。確かにリンが詰まった商品が火災を起こした。 穀物畑の周辺に投下されたのだが、学生たちがこれを、やはり投下されたチラシと共に回収し、地中に埋めた。1943年以降、エクスタータール上空を飛び交う、アメリカ・イギリス連合軍の数は、次第に増えていった。爆弾が、地上に達することもあったが、これは誤って落下したものであった。また、何機かの敵機がこの地域、 例えばアルメナのジークバッハに墜落した。1944年にはエクスタータールの住民たちも空中戦の結果を感じ取っていた。敵の航空部隊が近隣の大都市であるビーレフェルト、パーダーボルン、ハノーファー、カッセルを怪人に帰する際の空襲警報が頻繁に鳴り響いた。地下室は防空壕に改造され、学生たちはここで防空演習を行った。 アメリカ軍第二機構師団は1945年4月1日にデトモルト近郊のトイトブルクの森に達し、その翌日北東方面に進攻した。ドイツの参謀本部はカレタール及びエクスタタール地域に対して何ら特別な防衛措置を計画していなかった。4月4日、アメリカ軍戦車部隊はバルントルプに到達し、戦闘行為なく、これを占領した。 エクスタータールに属す村も同日午後に戦闘することなく占領された。いくつかの村の村長や有名な国家社会主義者らは、それ以前に慌ただしく東方に逃亡し、住民たちはベッドのフレームに白旗を掲げた。1945年5月8日の無条件、降伏以降、立ッペはイギリス管理地域に属した。イギリス軍政府が新たなドイツ人官僚を組織した。 ドイツのイギリス軍総司令官は、イギリス管理地域における政治の最高決定者でも、あった。彼は、アルメナに隣接するグートリックブルーフに住んだ。イギリス占領軍の目的は、ドイツの民主化と自由主義政治への帰還であった。この地域の経済発展にプラスとなったのが1956年からの、ノルトベストファーレン州政府のオストベストファーレンプラント。 1968年から1969年のエクスタータール道路の建設であった。この道路はバルントループ近郊で連邦道 B1 号線とリンテルン近郊でアウトバーン A2 号線に接続する。第二次世界大戦後には観光産業も重要性を増していった。その方がすでに20世紀の初めに見られたが、世界大戦と1929年の 世界恐慌により、その発展が妨げられていた。エクスタータールに属す、村の経済、政治構造は、前世紀に大きく様変わりした。それは例えば、ベージングフェルトにはっきりと現れている。かつて農業と試工業を特徴とする、市場長であったが、エクスタータール全体の行政中心へと発展したのである。さらにベージングフェルトには、現在、実家学校、 本家庭学校があり、ベージングフェルト、アスミス線工業地域に多くの工場が進出している。この町は2007年から、デイレントルプやカレタールと共に EU リーダープログラムの中のノルトリッペ振興地域を形成している。エクスタータールは、1969年1月1日に地域再編に関するレム号法に従って、それまで独立していた12の町村や市場町、 すなわち現在この町の地区となっているアルメナ、アスミス線、ベージングフェルト、ウレムケ、ゲストルプ、ラスブルフ、マイアーベルク、ナルホーフ、ロット、シェーンハーゲン、自力線が合併して成立した。アスミス線及びシェーンハーゲンのいくつかの所有地は、新しい町には取り込まれず、デーレントルプあるいはバルントルプに編入された。新たに形成された町の名称には、最大集落である。 ベイジングフェルトの名は採用されず、エクスター川沿いの地理上の位置を示す名称が取られた。1971年10月1日、ニーダーザクセン州の町、クランケンハーゲンから約100人が住む地区と、ベンレンカンプの5人が住む地区が移管された。ベイジングフェルトの福音主義改革派協会、エクスタータールの住民は、キューリッペ公国の住民の多数がそうであったように、 主にプロテスタントを信仰している。立 p 高領では、1553年頃にはすでに宗教改革がなされていた。1603年にジーモン独世によって改革派に改修されたことにより、ほとんどの立 p 住民が、福音主義改革派の協議を受け入れ、パーダーボルン司教区及び民伝司教区は廃止され、この頃から現在の立 p 地方協会の一部となった。このため、 エクスタータールの住民の多くは現在でも、ベイジングフェルとアルメナ、自陸船の三つの教会の一つに属している。これらの教会はいずれも町内にある。三つの教会組織は、エクスタータールの外にある他の組織とともに、クラスベイジングに統合されている。この教会クラスは、立派地方教会に属している。町境を接するニーダーザクセン州の集落。 ゴルトベックもエクスタータールの福音主義、ベイジングフェルト教会に属している。第二次世界大戦後、難民の移住により、最初のカトリック教会が組織された。カトリック教会は、パーダーボルン広司教区ビーレフェルトリッペ、首席主催区のレム号イコールノルト四ク連合に属している。この自由教会は1933年にすでに、ベイジングフェルトにあった。 立平地方教会の他に、エクスタータールには、以下の教会組織が存在する、カトリック精霊教会、自由教会組織、エホバの承認、新使徒派教会、宗教分布を示す根拠にエクスタータールの学生の貴族宗教団体に関する調査がある。これによれば、2006、7年の学年では、学生の71%が福音主義、9%がカトリック、 3%がムスリムであった。5%がその他の宗教団体に属し、12%は特定の宗教を持たなかった。ベージングフェルトや自力船のユダヤ人墓地に立つ記念碑は、かつてエクスタータールに存在していたユダヤ人社会を記念している。以下の表は、現在のエクスタータールの人口を示している。1939年、1950年、 1961年の人口は1987年現在の長域に相当する地域の人口である。1970年まで及び1987年の数値は国勢調査によるものであり、1975年からは州のデータ管理、統計局の公式な研究結果によるものである。百七十五年から百八十五年までの数値は、 1987年の国勢調査の結果に基づいて1990年に発表された推定値である。エクスタータールの町役場行政機能はベイジングフェルト地区に置かれている。エクスタータールの町議会は32議席からなる。この町の町長はフランクマイヤーである。彼は二千二十年九月十七日の選挙でセントの票を獲得して、 エクタータールの町長調に選出された。その前任者はモニカレーマートであった。彼女は2015年9月13日の選挙で50.7%の票を獲得してエクスタータールの町長調に選出された。この選挙で対立候補のウルリヒヒルカーとの得票数差はわずか66票であった。 全民の町長はハンス・ホッペンベルクである。彼は無所属で1999年に決選投票で65.6%の票を獲得してエクスタータールの初代選任町長に選出された。ホッペンベルクは2004年の選挙でも決選投票で有効投票数の58.8%の票を獲得して町長職を保持した。 2009年にも彼は56.88%の票を獲得し、再再選され、計16年間町長,長を務めた。それ以前の1979年から1994年までは、カール・ヘルマン・ハーグがエクスタータールの町長,長を務めていた。エクスタータールは、衆議会選挙では、選挙区98リッペ通区に属し、連邦議会選挙では、選挙区136。 リッペアイクに属す。図柄向かって左上から右下に、斜めに分割。右上が銀字、左下が緑地である。上部に赤い八つの時を持つ星、下部に金色の斜め旗絵が描かれている。1969年に形成された自治体であるエクスタータールの紋章は、1970年10月8日に行政管区長官によって認可された。 新たに制作されたものである。星は、エクスタータールのシュテルンベルク城によった、シュテルンベルク博の紋章の衣装である。シュテルンベルクの星は、この地域の多くの町の紋章に用いられている。例えば、バルントルプやワートザルツーフレン、あるいは旧レム豪軍などである。リュベッケ、プロイシシュ、オルデンドルフ、シーダーシュバーレンベルク、あるいは旧デトモルト軍の紋章に用いられている。 シュバーレンベルクの星は、シュテルンベルク伯領の創造者によるもので、シュテルンベルクの星と関係している。波体は、新たな町名の由来となったエクスター川を象徴している。音楽の城シュテルンベルクは、2004年以降、古学アカデミーのほか、クリンゲンデスムゼウムにも場所を提供している。ここには、1944年から1966年まで、この町に住んだ。 楽器制作者、ペーター・ハルランのコレクションから約400点の楽器が展示されている。この博物館は、1999年以降は、立 p 地域連合の所有となっている。エクスタータール鉄道の保存鉄道に用いられている、歴史的な電気機関車、E21 通常の鉄道運行が廃止された。エクスタータール鉄道の記念碑が2008年に、エクスタータールに混流された。 この路線を利用して、ベージングフェルトとバルントルプとの間で、定期的に保存鉄道の運行が行われている。この保存鉄道は、リッペ地方鉄道 EV によって運行されており、ドイツで数少ない3種類の牽引車で運行される鉄道である。また、リンテルンアルファディス線間は、軌動自転車を用いた観光アトラクションにも利用されている。エクスタータールには、 音楽学校がある。この他、リッペ地域連合は、クリンゲンデムゼウムや、楽器工房を有するシュテルンベルク城を運営している。この城には、中世、ルネサンス、バロック時代の音楽、ダンス、楽器制作を研究する、古学アカデミーがある。この他に、音楽の城シュテルンベルクは、音楽イベントの会場にもなっている。この町最大の合唱団は、百十人の、あるには、 若者からなる熱心な団員を要するエクスターターラー無時間点 EV である。この合唱団は2001年に他の合唱団と共に異例に長いコンサートを行いギネス世界記録に登録された。ベージングフェルトは1252年になる少し前にドライシュトラーセンシステムに基づきシュテルンベルク博によって計画的に建設された集落である。 この集落は、私壁で囲まれておらず、ヤブがその役割果たしていた。そのモデルとなったのは、レム号であった。多くの集落からなる、この町の田舎風の構造は、現在も保持されており、各村落には、教会や学校が見られる。ベージングフェルトには、福音主義改革派教会がある。現在の場所に、最初の教会が建設されたのは、 おそらく死に昇格した1252年頃であったと推測される。現在の建物は、その大部分が15世紀以降に建設されたものである。1632年に火災によって大きな損傷を被ったが、1708年に本堂が新築され、1853年から1857年にかけてフェルディナントルートビヒアウグストメルケルによって増築された。 新しい塔は中世の倒れかかった塔に代わって1934年に建設された。最も重要な長度は4人の福音書記者の像を持つバロック様式の公団である。アルメナでは元の教区教会の建物はおそらく13世紀に建設された。この教会は1865年から1866年に フェルディナントルートビヒアウグスト・メルケルの設計に基づき、ネオゴシック様式の建物に置き換えられた。教会棟、オルガン、椅子、シャンデリアが保存されている。町内には以下の城塞、城管、貴族管、領主管が保存されている。シュテルンベルク城・シュテルンベルク城は、町の南西にある山城で、1240年頃にシュテルンベルク博によって建設され、 同伯の首張となった。この城塞は15世紀と16世紀に増築され、何度も仕入れされ、最終的には、シュテルンベルク白領とともに、リッペ家の所有となった。第二次世界大戦後、大部分が保存されていた、この城塞は、青少年ホーム及び音楽学校として利用され、このため現在でも、時折、音楽の城シュテルンベルクと呼ばれている。 この城をシュテルンベルク城の東、隣町のデイレントルプにある、アルトイコールシュテルンベルクの城址と混同しないよう、注意が必要である。ノイトロッツデンブルク、またはアルテトロッツデンブルク、ベージングフェルトにある、この城は完全に姿を消している。その場所はプルファーベルク前、またはノルトハーゲン前と推定されている。その創設は闇の中にある。 最初の記録は1346年になされている。世主で最初の所有者はおそらくシュテルンベルク博、後のベージングフェルトの領主であったと思われる。この城は1442年に放棄された。グート・シェンハーゲンは1845年から1855年にアメリカに移住した人の9つの農場を合わせて、騎兵隊員。 ベンロフォン・カウフマンによって創建された荘園である。この荘園は、1890年に、化学肥料のトーマスコーサイコを製造する、ゲルハルト・ホイアーマンの所有となった。やがて400ヘクタールの広さを持つ、この辞書は、主に新たに開発された、化学肥料の試験農場として利用されるようになった。ホイアーマンの死後、この辞書は何度も所有者を変え、1956年に、 ドイツバーウエルンジートルングがこれを取得した。この間に空き家となっていた地主の館は1990年代まで老人ホームとして用いられた。この館は木組建築であった旧創演主館の場所に1937年になってドイツ国民様式で建設された。これは田舎風の基礎の上に建てられた3階建ての塗り壁の建物である。ウフォブルクには ドルイト号の跡だけが残されている。この城址はブレム家近郊のハーゲンベルクにある。この城は本城とデジロで構成されていた。城址はおそらく920年頃より以前9世紀中頃の貴族家であると推測される。その仮名はわかっていない。ウホという名称は15世紀になって初めて出現したものでおそらくこの城や その居住者の歴史的な名称ではないと思われる。グート・ウレンハウゼン・グート・ウレンハウゼンは、かつての騎士の館で、エクスタータールでは、シュテルンベルク城に次いで最も古く、最も重要な建造物である。1240年頃に、初めは重要なベネディクト会女子修道院として、創設されたが、次第に縮小し、1407年にはわずか5人の修道所がいるだけとなった。 1420年頃、修道院の建物は荒廃していた。このため、この土地や建物は、ヘルフォルトのアウグスト海、オサムイン市に譲渡された。1500年頃、ウレンハウゼンに、教会はなくなっていた。1557年、旧ウレンハウゼン修道院は、騎士寮となった。アルファーディッセンのベルププケのジーモン五世が領主となり、その後1700年まで、霊園として委任された。 1704年から1798年まで、この土地は、ブリテン王の一門である、ハウプト・マンホン・アルテンの所有となった。1798年にこの土地は、コールデマン家に売却された。1937年、ハインリヒブラバントがこの農場を獲得し、以後その家族が、約800年の歴史を持つ農場で、旧修道院を現在まで運営している。 アルメナ地区のグート・リック・ブルーフは1929年にネオ・バロック様式で建造された塗り壁3階建ての主館で知られている。この屋敷は1945年にイギリス占領軍に接収され、バート・エインハウゼイに司令部を置いていたイギリス管理区の上級司令官の館として利用された。特にイギリス元帥のバーナード・ローモント・ゴメリー卿がここに滞在していた。 アルメナ近郊のグート・ローブラーケンはかつてハーメルン三次会員で名誉市長にしてアイスベルゲンやリンテルンにも所領を有するツェルセン家に霊園として委任されていた。ツェルセン家が断絶した後、ローブラーケンは19世紀にアディック家及びフーゲンベルク家のものとなった。所有者の一人にグート・ローブラーケンに埋葬されているアルフレート、フーゲンベルクがいた。彼は1916年に 国家社会主義に傾倒したメディア企業を設立し、第一次、ヒトラー内閣で大臣を務めた人物である。ラスバフ派側の水車、旧ンブルーヒャーミューレは、1880年に建造された上位水方式の水車で、1960年の状態で保存されている。ホーエアッシュの送信、展望塔町内にある、その他の有名な、あるいは重要な建造物には、 宝シュの展望塔や、リンダーホーフェ近郊のデイレンベルクに立つ放送塔がある。校舎は、現在、超短波でラジオ立ッペを放送している。庭園施設の多くはこの町に現存する、荘園施設内にあり、一部は、現在も手入れがなされている。グーとシェーンハーゲンの周辺には、小さな景観庭園があったが、現在では、完全には保全されていない。 印象的な小立ちが人気である。グーとリックブルーフの近くには、19世紀にはすでにエクスター側の支流沿いに、景観庭園が設けられていた。庭園の東端には採石場と、先祖代々の墓所がある。主観の前には、池が作られている。この公園は、保全されている部分の大部分が霧石で囲まれている。この公園は、エクスタータール通りで分断されているが、 大変よく手入れされている。2008年から全町域がトイトブルクの森、エッゲ山地自然公園に属している。さらにエクスタータールは北と東をベーザー山地シャウムブルクハーメルン自然公園と接している。エクスタータールには以下の自然保護区がある。現行の地域プランによれば多くの樹木群や単独の樹木、4カ所の採石場、1カ所のゲオトープコンプレックス、 一箇所のデータンガンの窪地、一箇所の小さな湿地が自然文化財に指定されている。町内には20以上のスポーツクラブ、二つの屋外プールと二つの屋内プールがある。主観は自然と親しむスポーツであり、冬にはクロスカントリーコースとスキーリフトが設けられ、夏には乗馬クラブや自転車クラブが活動している。エクスタールの集落では6月初めに、 すべての協会組織のコミュニティ祭が開催される。アルメナ地区では毎年、秋市が開かれる。ベージングフェルトでは年に2回フェスティバルイベントが開催される。4月30日のマイバウムフェストと10月3日の産業賞を伴うブルンネンフェストである。2000年に閉鎖されるまで、ナルホーフ地区のエクスタータールフューティヒ乳製品、過去上はフューティガー・ケーゼというチーズを生産していた。 エクスタータールは地域バスによって、リンテルン、レムゴー、バルントルクと結ばれている。日曜と祝日には、オンデマンドバスや乗り合いタクシーが運行する。エクスタータールは、ダスゼクサーのサービス地域に属している。最寄りの駅は現在、ベーザー鉄道のリンテルン駅、ベーガタール鉄道のレムゴー駅、S バーンのパーダーボルンハノーファー空港線、バートピルモント駅である。 さらにエクスタータール内を走っていた。エクスタータール鉄道は、保護文化財に指定されていた。この路線の旅客運行は1969年に廃止され、現在は保存鉄道が運行されている。アウトバーン A2 号線については、約 10km でリンテルンノバーとアイルゼン、インターチェンジに至る。約 7km 離れたバルントルプには、 ビーレフェルトに通じる連邦道 B66 号線やハーメルに至る連邦道 B1 号線が通っている。リンテルンからバルントルプ方面へ向かうエクスタータール通りはベージングフェルトを直接経由してエクスター川沿いに伸びている。最寄りの国際空港はハノーファー空港とパーダーボルン、リップシュタット空港である。この町は長らく農業で生計を立ててきた地域である。 ノルトリッペ地方に位置している。構造変化は1950年代にオストベストファーレンプランに後押しされ、ノルトリッペ省令地区で EU リーダープログラムが遂行されたことによる。この町には金属加工業、駆動装置、電子制御、合成樹脂及び木材加工業、冷蔵車の製造業者であるブラント冷蔵車両製造がある。経済的には 観光業も重要である。有名な観光業者が、フェリエン・アンダーゲ・ツーリズム・スパルク・エクスタータールである。エクスタータール・ラスブルーフには、民営の精神科、精神身体医学、精神療法の専門救急病院、オーバーベルククリニック・ベーザーベルクラントがある。この病院は特に、緊急救命治療や、中毒患者、抑うつ性障害や不安症に対する、 先進的な学術知見に基づく専門治療を行っている。特に緊張感を要求される職業に従事する患者に重点を置いており、このため燃え尽き症候群もこの病院の重点項目の一つである。ベージングフェルトはエクスタータール交通会社の本部所在地である。ノイエ・ウェスト・フェイリシェと出版提携している、リッピシェ・ランデスイコール・ザイトングは北リッペ向けの ローカル名を毎日発行している。北リッペ地方向けの編集名を持つ広告誌、ノルトリッピシャーアンツァイガーは、ほぼ毎週刊行されている。ラジオリッペは、エクスタータール及び他のリッペ地方の市町村向け、ローカルラジオである。エクスタータールの町役場は、ベージングフェルト地区にある。ベージングフェルトとラスブルーフには、それぞれ屋外プールが一つずつ。 ベージングフェルトと自力船にはそれぞれ屋内プールが一つずつある。自力船の屋内プールは学校及びクラブ活動専用である。大量の写真資料を収蔵する文書館の他に町内には3つの小さな公立図書館がある。ベージングフェルト、アルメナ、自力船である。1969年1月1日に新たな自治体として エクスタータールが形成されたことに伴い、それまで独立していた、ベージングフェルト、リンダーホーフェ、ラスブルーフ、アルメナ、自陸船、ブレム家の各消防団から、エクスタータール消防団が結成された。この消防団は、消防車両隊と5つの消防グループからなっている。各グループは、それぞれ1台の消防車を有している。これに加えて、自陸船には緊急用計ワゴン車、 エルフォア1が、アルメナには緊急搬送車がある。ベージングフェルト消防車両隊には、はしご車、重装備車両、消防タンク車、緊急用計ワゴン車、緊急搬送車、器具輸送車が配備されている。消防士の育成は、3つの青年消防団で行われている、ベージングフェルト、リンダーホーフェ、ラスブルーフ、アルメナ、自陸船、ブレム家がそれらである。この町には、 基礎家庭学校が2校、本家庭学校が1校、実家学校が1校、養護学校が1校ある。2012年にエクスタータールの学校には82人の教員と計155人の学生がいた。学生の38.4%が基礎家庭学校、18.3%が本家庭学校、29.0%が実家学校、 4.8%が養護学校に属していた。この町を対象とする。その本校はシーダー・シュバーレンベルクにあり、文校がブロムベルクにある。幼児教育に関しては、エクスタータールには幼稚園が6園ある。運営しているのは、ドイツキリスト教子ども村、ドイツ赤十字社、労働者福祉組合、自治体、キリスト教会である。いずれの施設も、 3歳から6歳の子供を受け入れている。ドイツ赤十字の幼稚園は4ヶ月から、町立幼稚園は1歳から受け入れている。アルフレート・フーゲンベルク、ありがとうございます。